はい、こんにちは、春99ですね。待ちに待ちましたですね、ゲームマーケットでね、いよいよやってくるわけですけども、そんな月、5月のですね、期待の新作をですね、ご紹介していこうというふうに思います。まず一つ目、こちらですね、南チグリスの旅人ですね。西フランク王国シリーズがね、3部作終わりましたんで、新しい新シリーズということで、南チグリス、そして今回のテーマは旅ということになっておりますね。こんなボードになっておりましてですね、この中央のところですね、左から右にね、ずーっとこう旅していくわけですね。で、旅をするとですね、様々な陸路を見、様々な回路を見、そして空を見、いろんな人と出会うと、こういうテーマになってるわけですね。個人ボードのところにですね、ずらーっといろんなことをしたっていうところがですね、カードで並んでいく、それが最終的な旅の記録であり、自分の得点になると、こういうことなんですね。プレイそのままですね、ダイスプレイスメントを応用したですね、特殊なシンボルをね、使うっていうアクションのところと、実は返ってくる当てがないっていうですね、またこれまた変わったワーカープレイスメントという、この二段構え、ダイスを置くのか、返ってこないワーカーを置くのか、この二つが合体してですね、非常に面白い仕上がりとなっておりました。こちら南チグリスの旅人はですね、プレイ人数が1人から4人、プレイ時間が60分から90分、ビジレート 7.9、ランキング668位、定価8580円で5月8日からというふうになってました。このからというのはですね、現在ケンビルさんで先行予約を受付中ということになってまして、この5月8日をですね、目処に出荷するということになっておるようです。ただ、もうすでにですね、出荷がね、始まってる部分もどうもあるようですし、この後ゴールデンウィークなんかのお休みもあったりするので、まあ、5月の8日よりですね、早く届けばですね、ラッキー。まあ、そうでなければですね、順次ですね、出荷されるということになっておりでした。で、先行予約となっているので、今回が終わるとですね、普通のですね、一般流通はどうも6月以降じゃないかなというね、感じになっておりました。この他にもですね、これね、左側あるのがですね、南チグリスの旅人ですけれども、再販としまして、ワーリングワッチクラフト、ディナーズトレイルとかですね、こっちのですね、ラッキーナンバーとかですね、これもありますしですね、今回のところのですね、新しくですね、40% オフというようになっているですね、ダイスホスピタルなんていうのもありますので、この辺のですね、ケンビルさんでね、気になるものがですね、ありましたら、ウェブの方を見てみるのもいかがでございましょうか。さあ、お次こちらですね。ザ・リッチ・アンド・グッズですね。ハブ・アンド・ガッツ、大勝負でございますね。こちらの方もやってきますね。カルウェイ・ロスさんのですね、懐かしい作品がですね、新たに蘇るというわけでございますけども、こんな感じのですね、自分の右手に置いててですね、右側のプレイヤーと共に見れるカード群、左側に置いて左側のプレイヤーと見れるカード群とこうなっていて、それぞれの赤がプラ4、黄色がマイナ4、黒がプラ6、マイナ6なんて、こういうカードを一発一発打っていくわけですね。つまりそれ左のプレイヤーと分かってる、右のプレイヤーと分かってるっていう、半分半分が分かってるという状態になりながら、この株価がどうなるかっていうのをうまーく、このそれぞれのコマのですね、価値がいくつになるかっていうのをうまく予想していくと、こういうゲームになってました。いや、このね、カロエロスさんのね、このね、右と左を使うシステムって、まあ、いくつかあるわけですけども、その中でもこのハブ&ガッツ大勝負がですね、非常にうまくできているんじゃないかなというふうに思いますね。こちら大勝負はですね、プレイ人数が3人から5人、プレイ時間が45分、レートが 7.1、 ランキングが1560円になってまして、今先行特価ということで6000円というふうになっておりました。5月の13日発売予定ということですね。この後のですね、値段がまたね、どうも変わると思いますんで、その時はですね、別にですね、ウェブページなどをですね、ご確認いただければというふうに思います。さあ、お次こちらですね、タツですね。まあ、竜ってね、書いてね、タツと読むということでございますけども、こちらも出ますね。こちらのところですね、このように全くね、アートワーク違う2チームのですね、カードになってまして、まあ、これを使ってですね、チーム戦でトリックテイキングしましょうと、まあ、こういうことになっているゲームなんですね。ジギルとハイドとかですね、トワイライトのね、朝と夜みたいですね、まあ、そういう形のですね、何度か昔からトリックテイキングとして出ていて、それが今回ですね、この赤い竜、レッドドラゴンとですね、黄色の竜ですね、イエロードラゴンっていう形の、この2色に分かれて新しくと、登場ということになっておりましたね。私このシーズンは大変好きなのでですね、ルールが同じで出来上がっているのか、それとも今回はどっか調整が入っているのかね、大変気になりますけども、チーム戦のトリックテイキングゲームで自分とですね、仲間のプレイヤーがうまくカードを出し合うというユニークなね、システムを使ってますんでね、トリックテイキングお好きな方はですね、お試しになってみるのはいかがでございましょうか。前のはもうだいぶね、入手しづらくなっちゃいますのでね、こんな形で入手しやすくなるのはよろしいですね。こちらタツはですね、プリンズが2人から4人、プレイ時間20分から30分、レート 7.2、 ランキングは1805位で、定価が2420円で5月の18日発売予定というふうになっておりました。さあ、ということですね、エバーグリーンですね。これでニュースがね、何度かね、取り上げたりしてますけども、こちらもですね、5月ね、予定通り出るようですね。まあ、こんな形になっておりまして、いわゆる自分のところですね、惑星のところにですね、植物を増やしていきましょうということになっているわけですが、ここのところですね、様々なね、光の加減とかね、関係してくるわけですね。光が十分ないと自分のところ植物が育っていきませんよというところをですね、こちらのカードのオープンドラフトによってコントロールしていくと、まあ、そういう作品になっているようでした。すでにプレイレポートいくつか上がっていますけども、どれを見てもですね、重量級でなかなか面白い
白い作品ですよっていうですね、評判が上々のようですので、私も非常に気になっている作品でございますね。こちらエヴァーグリーンですね、プリンズが1人から4人、プレイ時間45分、レートが 7.6、ランキングは1819位で7920円で5月25日発売予定というふうになっておりました。そして今月ラストですね、ドンピエールですね。いやー渋いですよね。ちょっと前のですね、まあユーロゲームをね、思い出すようなですね、このアートワークになっておりますけど、こちらも出てきますね。これまだね、情報がね、非常に少ないゲームなんですけども、いわゆるこのシャンパンですね、まあここをですね、自分が最高のをどうやって作るかっていうことになってて、自分がこのシャンパンを作るですね、まあ工場みたいなの持ってるんですね。で、ここのところですね、中央のところの畑のところですね、ブドウやなんかを育てていって、自分の手元の方に持ってきて、これすげえでかいシャンパンのね、グラスみたいに見えますけども、いうのを持ってきて、最高のものを作っていきましょうと。サイコさんのメゾンドシャンパーニュの責任者と一人になり最も高いブランドを作りましょうと、こういう風になっておりました。いやーこれね、ちょっと懐かしいユーロのテイストの匂いがしますよね。これがどんな仕上がりになってるかってね、非常に楽しみですね。こちらドンピエレはですね、プレイ時間が2人から4人、プレイ時間が60分から120分、ビジレート 7.0、 ランキングは7111位で定価8800円で5月中の発売ということになっておりました。振り返っていきましょう。5月8日に南チクリスの旅人、これもね先行予約ですね。もうすでにね出荷している分もあるようですし、ゴールデンウィークのですね休暇が止まれば5月8日から順次出荷となっているでした。それが終われば6月ぐらいから一般発売となってますんでね、気になる方をお早めに。そして5月13日ですね、ザ・リッチ&グッズ大勝負ですね。このねカルウェイ・ロシさんの右手と左のねプレイヤーと半分ずつ情報を持ってるっていうね、独特なこの価格の操作のゲームでございますね。そして5月18日がですね、タツですね。2つのねチームに分かれたトリックテイキングでね、お互いのチームのコミュニケーション力をね試されるっていうね、非常に変わったトリックテイキングのリメイク作品でございますね。そして5月25日がですね、光合成の力が試されるエヴァーグリーン、そしてですねちょっと古いユーロのテイストがするねドンピエールという風になっておりました。もちろん5月はですねゲームマーケットありますんで、こちらの方はですね今ね通販だったらですね一般発売日がね確定しているものだけなんですけども、おそらくゲームマーケットの会場ではすでにですねこちら公開してますラクリモーサとかですね、こちらウルブスね、こちらの方がですねシモンジャパンさんの方から出るんじゃないかなとね、収録時点で確定してないんですけどね、出るんじゃないかなと思いますし、リゴルさんの方もですねアースね先行発売するんじゃないかなと思いますし、こちらエンゲームさんの方もですねいつワンダルフワールドね新しいシナリオセットをね出すんじゃないかなとね思ったりしますんで、ここの発売日が確定しているもの以外にゲームマーケットの方でも新作がどんどんどんとね先行で発売されているようですので、こちらの方もですねゲームマーケット行かれる方はですねチェックの方をお忘れなくということでございます。というわけですね、ゲームマーケットね、当月の新作って、まあ、本当に難しいわけですけども、発売日が決まっている、あるいはアナウンスがされているものからですね、5月の期待の新作をお届けいたしました。ザキメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。